中央ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、中央ヨーロッパはヨーロッパの中央部に位置し人口規模が大きい地域である。中央と表記されることもある。19世紀以来、中央という概念は政治的な文脈で主張されており、その範囲を確定的に述べることは難しい。以下は中央ヨーロッパとして挙げられる国々の一例である。なお、 スイスを含めない分類、スロバキア・ハンガリーを含めない分類もある。その他、クロアチアの全域、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニアのトランシルバニア、セルビアの北部、モンテネグロのコトルワン、フランスのアルザスイコール・ロレーヌ、イタリアの南チロル、ウクライナ西部、バルト諸国を含むこともある。ドイツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、スロベニアの5カ国は、 アルプス諸国とも呼ばれる。しかし、アルプス山脈に近接するという地理的要素以外に、この5カ国のまとまりを規定す要素は、特にない。歴史的にはいずれも神聖ローマ帝国の流れだが、同様の条件を持つ国が他に、いくつもある。上に、同様の条件を持つイタリアとフランスを書いている。また、スロベニアを除いた4カ国にはドイツ語を使用言語とする民族的共通性があるが、 やはりこの条件で共通するルクセンブルクを書いている。他方で、アルプス諸国より東に位置する、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーの4カ国は、ビシェグラードグループという地域協力機構を作っており、特に外交、経済政策においてこの4カ国は、関係を緊密化する方向で動いている。ヨーロッパの中心がローマであった古代から、ルネサンスの時代にかけては、 現在中央ヨーロッパと呼ばれる地域は、ローマから見て、北方に位置していたため、北方地域と呼ばれていた。当時、北欧は、現在の中央ヨーロッパから北を指した。中央のカトリック化は、ラテン語圏、具体的には神聖ローマ帝国を通して行われた、ため、西欧との一体性が強かった。また近世には、オーストリアのハプスブルク王朝の支配下に置かれ特に、 ドイツ圏の影響が強く見られる。ウィーンは地理的にはハンガリー、チェコ、スロバキアからも中心に位置し、ハプスブルク王朝の領土そのものを指して中央でありウィーンは中央の首都の機能を持ていた。なお、比較的早く新生ローマ帝国を離脱したルクセンブルクやさらに早く分離したため言語、民族ともドイツとは別個に考えられるようになったオランダなどは、 まず中央に含まれることがなく、ウィーンを軸とするドイツ系民族の広がりと中央はイコールではない。また、オーストリアを中心として統一ドイツ民族国家を目指す大ドイツ主義と同国を排除して、プロイセン中心の統一を目指す小ドイツ主義が対立した19世紀には、ハプスブルク宮廷は、後者はもちろん広大な非ドイツ人地域を手放すことを前提とした。 前者も到底許容できるのではないため、大ドイツ主義に非ドイツ人王も含めた多民族国家としての第三の道、中央帝国構想を盛んに権限した。しかしこれは、境外化し崩壊した新生ローマ帝国と内容に大差がない上、高まるドイツ民族主義の器としては疑問視されて、ドイツ人の支持を受けられず、中央における、 ドイツ人支配を固定しかねないとして、他民族の反発も強く、大きな世論の潮流とはならなかった。19世紀の歴史家で、政治家のフランチシェク・パラツキーは、民族主義が高まりつつあった当時、ハプスブルク帝国を諸民族の道権を元とする連邦制国家に変え、西のドイツと東のロシアに対抗する中央国家として形成されるべきと唱えた。 彼は、チェコ人などのスラブ民族をはじめとする、ハプスブルク帝国内少数民族の生存を擁護しようとする立場から、オーストロスラブ主義を標榜した。なお彼は、チェコ人は、ハプスブルク帝国の傘下において生存できるととき、チェコの独立ではなく帝国の再編を求めた。第二次世界大戦後、これらの地域は、西ドイツ、オーストリアを除いて、共産圏になり、 冷戦時代に政治的に東側諸国、イースタンブロックと呼ばれた。1989年から1991年の東欧革命により共産党政権は崩壊したが、旧東側諸国の東欧、イースタンヨーロッパでは地理的意味で中央、セントラルヨーロッパの表記が用いられる場合もある。ベルリンの壁崩壊後はロシアの影響力が衰退。 西欧の影響力のもと2004年には旧共産圏の中央諸国は欧州連合に加盟した。冷戦期に共産圏に含まれた中央ヨーロッパは現在でも東欧とみなされることが多い。西スラブ諸国と東スラブ諸国ではスラブ語派に分類され同じ言語のスラブ語に属資格、言語はとてもよく類似し他のスラブ語を習得するのは 比較的容易とされる。中世、キリスト教不教の時代には、西スラブ諸国は十字軍時代に西欧のローマカトリックに改修し、ラテン文字を導入、東方植民の影響でドイツのマクデブルク法を取り入れた。ロシアは南欧の正教会の不教のもとに改修し、ギリシア文字をもとに作られたキリル文字を使用している。法体系は西スラブ諸国はローマ法。 西ローマ法の影響のもとで、正教会の社会は6世紀のローマ法大前由来のローマ法、ビサンティン法、東ローマ法の体系を基礎として発展してきた。中世に大国の一つであったリトアニアはドイツ騎士団の影響下でカトリック化した。エストニアやラトビアも中世にはドイツ騎士団に征服されたカトリック地域、宗教改革によりプロテスタントなったが、 現在リトアニアと合わせこれらバルト三国は中央には含まれないこともる。また北欧とも関係が深く北東ヨーロッパとも呼ばれることもある。バルト三国はソビエト連邦の構成共和国であったことから東欧に分類されていたが1991年のソビエト連邦解体後は地理的文化的背景に基づき北欧に含まれるという扱いが 世界的には主流になりつつある。しかし、日本においてはいまだこのような新しい概念は浸透しておらず、バルト三国が東欧であると認識しているものが多い。世界的にも、米国 C i A は東欧、国連の行政は北欧に分類している渦とサズを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。